魚場とは、漁業において、収穫すべき、水産物を得る場所である。漁業においては、海面と内水面に大きく区分される。収穫の目的となる魚類、貝類などの生態によって漁場は異なり、その場に従って様々な漁具、漁法が用いられる。かつての伝統的な漁法では、漁具の材料も、在来的なものが多く、また生産性も低かったため、 資源の生態と漁業の規模が調和し、それぞれの漁場での水産資源が長く再生産されていた。ところが、漁船の動力化や合成繊維の網の普及などの漁業技術の向上、人口増加、漁獲物の流通網の整備などに伴い、制御として漁業を行う漁師たちによる水産資源の乱獲が行われ、漁場における水産資源の枯渇化や、 自然環境の悪化といった懸念が生じてきた。巨場の保全や水産資源の乱獲防止のため、各種法的な規制を取られている。また、近年は、地魚を放流する栽培漁業への転換や、巨場水域をブロック分けして、資源を再生産するなど、巨場における安定的な水産資源の確保への努力が見られるようになっている。世界に多数存在する漁場の中でも特に漁獲量の、 多い有料な漁場として、世界産、大漁場と呼ばれる地域が存在する。日本の水産庁の定義では、以下の産業場を指す。大陸方や寒流と暖流が出会う、潮目の存在によって、プランクトンの繁殖をもたらし、漁業資源の多い、大漁場形成の理由となっている。その他、海生生物を食べる食文化を持った人口の、多さあるいは漁法や、 漁船の近代化などの消費側の理由もある。沿岸海域の生態系の中から長期間にわたり持続的に売ることができる漁獲量を決める要因としては、ボトムアップ過程とトップダウン過程が考えられている。ボトムアップ過程は、海域に供給される栄養需要量が多いと一時生産量が大きく、それが工事の栄養段階に転送され、 面積あたりの持続的漁獲量も大きいという過程である。一方、トップダウン過程は工事の捕食者側を中心として、捕食や漁獲の影響によって持続的漁獲量が決まるという過程である。海洋生態系の量過程について、欧米で先進的に研究がなされてきたが、ウェアトムソンは北米西海岸のカリフォルニアからアラスカに至る11漁業ブロックにおいて、 一時生産量と長期平均した漁獲量の関係を調べ、植物プランクトン、動物プランクトン、魚類の詳しい時系列データを用いて栄養段階間の関係を調べた。彼らは過去の両過程の議論を踏まえた上で沿岸海域の定在性魚類の生産量は広い海域から1万平方キロメートル程度の小海域までボトムアップ過程によると結論付けている。つまり、 簡易競争に供給される栄養需要量、一時生産量によって持続的、漁獲可能量が決まることが現代の調査技術によって確認されている。ありがとうございます。